第4次期鳳凰戦 A2 リーグの模様をお届けしてまいります。司会実況の柚木美香です。そして解説は引き続き一つ井真也プロが務めます。一つ井プロよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは3回戦対局の準備ができたようです。第4次期鳳凰戦 A2 リーグ第10節栄卓3回戦後輩の開始です。さあ3回戦目が始まりました。ちいちゃから石川、またですか。またですね。なんちゃに立川、ちゃちゃに前原、ゲーちゃに伊藤といった並びで3回戦目が始まりました。ドラはパーソーです。3連続のちいちゃスタートです。石川しかも好調なんですよね、このちいちゃスタート。ただ今回きついですね。もう酷使のような8種ですか。ってことは周りがね整ってることが多いと言われてますが、ドラドラが前原です。またドラで。そうですね、形は伊藤先生もいい。さあ2回戦目は前原が一人浮きのトップを取って、はい、トータルポイント107と、ちょっと抜けましたね。そして3人沈みが2着石川、3着伊藤、4着に立川となりました。この開拓を抜ければいいんですけど、開拓を抜けるまでのポイントは離れすぎてるんで、開拓を抜けるには、8位ってことですか。8位なんで 8.3 ポイント、さすがに遠すぎるんで、はい、あの直接対決は避けられないものとして、このまあなるべく下を下げた状態でですかね、はい、全員がちょっとずつ浮いてっていう展開は避けたいみたいな感じになりますかね。タイヤを見るとここでイーソーを切るか、ドラドラの前原ですね。はい、ピンズ一面つ完成。山の重なり伊藤です。珍しいですね。でも石川が酷使、しかも親番、親番嫌ですね。酷使嫌ですね。本当に嫌ですよね。いやだけどそうするしかないような苦しい手が来ました。一応チートも見えないような形だったら親番維持のために4枚切れあるけど、はい、一応テンパイ目指していくかってなるのも嫌ですしね。本当ですよね。でなんか周りからはね、上がりのない国主がバレてっていうことになりますもんね。仕掛けますね前原は。これはい、ドラドラの手、いいシャンテンです。前原一応いいシャンテン、Q1 切るかチーソー切るか、ドラがパーソーです。 Q1 切りとしました。何も引かない。チュン3枚切れですか。シーソー、うん、まあ、ただこの両冠を残すかどうかですね。下のパワーワンとワンツー難しいですね。どれか一つ減らさないといけない受けを。パワーワンポンです。伊藤がポン、3万ポンだ。さあこれで前原が電牌は貫数層、ドラから遠い方、はい、タイヤはドラドラの貫数層電牌。そしてヤンパーピンはパーピンがきついんですよ。3枚切れで、あー本当だ、食い伸ばしていきました伊藤です。
ウーソをさらに仕掛けていきます。二人ともタイヤを仕掛けだと。あ、これはうまくいったかな。小さな腰が効きました。スーピン、リャンウーピン、リャンウーソーのイッシャンテンが伊藤です。あ、スーソー、今更心臓はいらないです。本当にいらないです。テンパイですね。うっぱそう。まあ手配に、手配にウーソが2枚と前原さんか伊藤さんの2人。はい、タイヤをドラ、ドラ千二千の妻上がり前原です。でドラがあることを前提に読むと、うん、立川さんの自分のウッパーストは、はい、枚数が少ない上に相手高い、ちょっと不利な勝負になるんで、うん、リーチいかなかったですね、うんうん、かつリーチいかないどころか勝負しなかったですね。しなかったですね。さあ、あとの2局となります。立川の親番です。ドラがトン、チュンといつでソーズ一メンツ、ピンズ一メンツ、なかなか速さありそうでした。四つといつが見える、見えましたね。白重なったドラ1枚、うん、うん、いいシャンテンですね。はい、カンちゃんと両面のいいシャンテン。立川親番、ドイツは4つでした。1、2、3、チャンタ、ドラも1枚。石川の手が打点見えそうですね。ドラのトンは前原と石川に1枚ずつ。スピードが勝ちそうですかね、これは。立川のスピードですか、はい、ん？ローマンのつま切り。これでポンテンとのリーチもいきそうですね、現状だと。親番ドラがトンなので、ちょっとまあ不穏な捨て牌の人がどれぐらいの進行速度かなを見る感じですかね。うんうん、不穏な捨て牌の人というのは、石川とか、ここ石川ですね。カニャピン、ドラのトンか。ローソーを残してまだポンテン取れる、いいシャンテンだけどドラがあるからいいそうで、勝負形を残すかですかね。そうなりました。これがどうする。ウーソー切りのリーチ、打点を取りました。シャンポンでリーチ、はい、もう残留争いを見越して、もうここが勝負ですもんね、本当に。チュンとローソーのシャンポン親リーチです。立川は誰も持ってない。二枚山、ローソーは、ローソーも二枚山多いですね。誰も持ってないです。はい、シャンポン4山、スッチソーより多いまである。4山シャンポン親リーチ、少し安全配がきついですかね。きついですか。
ドラノトン、ドラノトン解放されました。あ、チューン1枚来た。ドラノトン解放遅いですね。解放遅い。ただ助かった。チューンはここに1枚だが、どうですか他に。まだリャンソーやイーソーいけそうですね。イーソー、イーソーは、あ、イーソーは通ってないか。そう、んワンな、ノーチャンスか。ちぎれ、はいはいはい、ですか。まだいますよ。それでもローソーは2枚いるんですもんね。チュンが1枚のローソーが2枚。積もるかどうかですね。はい、リーズもチュン嬉しいな。2000オール嬉しい。いや、まだいる、まだいる、妻もありますよ。どうだ、あと1回、あと1回、いるいる、三山のまま、変わらず、変わらず。変わらず、三山、はい、最後の妻はどうだ、いますよね。リーズもですか、はい、チュンではなかったが、千オール、千オール、はい、立川のつま上がりとなりました。最後のつまだとあれですね、うん、一人転売との差は、はい、リーボンの宣伝が返ってくるだけか。確かにこっそり、でもリーボンの宣伝が返ってくるの嬉しいですよ。なんか誰かに取られるの尺じゃないですか。さあトンの2曲ですね。1本はドラガー急走立川の連チャンです。うん、マンズ一メンズ一二三の三色が見える。悪くない、悪くない。この一応ドラドラで、あ、ドラドラですね。急走ドラ、話が違います。今日ドラドラ多いですね。前原さん今日ドラドラ多いですね。しかも整ってる感じですかね。そうですね、外線面のね、オーラストーンのドラね、ポンして三色ドラさんというね。はい、すごい手を上がりました。前原チートイもドラ短期でしたしね。そうですね、パーピンのチートイ3000、6000のつも上がりでした。前原もう100を切っていますね。マイナス 96.2 ポイントになっています。前原誰が進むか、なかなか進んでいかない。ちょっとチートイ見ながらなってますね。ねえ、シャーチャーですし、まあ、トイトイの方を見て仕掛けていきそうですね。ドラの急走立川にはあまり嬉しくないか。うん、いいシャンテン。石川はどこでも、はい、だいぶリーチになりそうな。どこでもリーチか。ロッキューピン振り点、ロッキューピン振り点ですね、うんうん、あ、そっか、じゃあロッキューピン待ちでリーチはないですね。あ、テンパった、テンパった。パワーワン短期チートイツのテンパイ伊藤です。カーピン、あれチーツもありますね。仕掛けてチーツとかもあるか。あ、ドラ短期は闇手にした。急走は山にはありません。ただ立川にポツッと1枚ありますがどうなるか。
G1 のポンから入ったのは、はい、前原ですね。チュンの後付けの形、ドラドラの手前原、ドラ短期は変わらず伊藤。さあ一つ仕掛けが入って、石川の手はどうするか。お、ドラ使えるようになった。はい、G1 の方に続き、ウーワンの地位を入れて転敗。チュンバック、チュンの肩上がり。チュンはまだ二山となるとウッパピン玉ですかね、これ。じゃあですね、ウッパピン玉店石川。さあ立川はドラがくっついて、チュンは山に2枚。ウッパーピンがじゃあ強いですか。ウッパーピンめっちゃ強そう。強いですね、はい、2枚、2枚なんで4枚残り、4枚残り役割。チュンも2枚いるって言ったら今引いたんですね。本当だ、立川の手に当たり牌が続々と。もう野蛮の立川苦しめられている。レンちゃんは厳しそうですね。これどっちも使い切るのは厳しいか。あと1枚のチュンがどこに行くか。あ、パーピンだ。いや、ダマテンにしていた石川の上がりとなりました。はい、ピンフですね。1000点一本場で1300点。ここは石川がかわしていきました。さあ3回戦目トーン3局となります。親番は前原。1回戦目3着、2回戦目1人浮きのトップとなりました前原です。ドラがウーワン。よいしょ、よいしょ。さてどうでしょう。うん、左にペイがあったってことはちょっと苦しめかな。まず一面つ、二面つと良さそうですね。良さそうですね。ドラはない。ドラがウーマンです。ん、ここが楽しそうですね。楽しそうですね。公式ルールといえばね、はい、トンシャートイツですか。トン三曲ですね。立川はペイチャです。楽しい。シャアは泣く。とりあえずワンスルーからですよね。どう、両方ありますね。でもペーチャーですからね。そうですね、おたかぜのシャアに次出たら2枚目になります。あれ、トーンは泣きやすいですもんね。そうですね。うん、ウーマードラなんは泣けない。目いっぱいにするかどうするか。飛んでたポンはせずスルーしました。ドラ両目になりました。石川です。ダーツがまだ足りないから、決まってからですかね。ナンが2枚切れになりました。ペイも2枚切れなんで、もう夢は少数紙はさすがに見てないと思います。そうですね、はい、おこった、これであと1ターツみたいな。シャア2枚目、するするですね。ペイチャっていうところに重きを置いてますかね。チートイ、イーシャンテン、リャンワントン、ウーピント、トラ、となるとこれで足りたか。シャアが2枚切れで、ね、リャンゾーマンコだから一ひねりがいりそうですね。残り
敗の戦とか入ってますね、チートイナ。はい、これで単野を残しキューピーの統一落としです。石川、あ、これでいろいろ解決ですね。いろいろ解決しましたね。チートイも近づいてきます。はい、ん3万つもぎりいいシャンテン仕掛けました。石川ですね、はい、この3万を仕掛けてイシャンテンとリャンウッパーピン。さあ待ちごろはどうでしょうか。仕掛けは一つ入りました。ドラがねウーワンなんで単用の仕掛けどうでしょうか。仕掛けに1枚ドラが使われていてと打点がどう見えるか。うんでまあでリャンウーピン、はい、苦しい方が出ましたね。うん、やっぱピンの方が苦しかったか。さあ石川が天敗単野をドラ1リャンウーピン待ち、2000点の天敗です。石川そうですね、なめづらいですね、この単野を仕掛け、はい、安いってしょうがないですね。3級とか3級とか変に3色までついたら7色まであるんであるかもしれない、はい、舐めづらいと。チートイーシャンテン親嫌ですね。うーん、だいぶ広い。詰まりましたか。はい、単野はドラ1500銭のつまがりとなりました。石川です。平たい。さあトンの4局となります。伊藤の親番となります。平たいのは、うん、やっぱもう総合成績下位にとっては、はい、平たいのはどんどん不利っていう状況ですからね。平たいのはどんどん不利。そうですね、あ、びっくりした。チャンスは必要なんで、うん、はい、抜けたいところ、はい、さあドラがペイです。伊藤の手に1枚親番の伊藤、まず6799トンが1枚ドラ1枚。早くはなさそうだがですかね。だがですね、チュンはここ統一でしたか。統一でしたか。この第一弾にチュン切られるさすがにこれは泣けない。泣きづらいですね。泣きづらいですね。お、差し子差し子と2面つあります。立川でした。あ、ここもいろいろ見えますね。はい、あんこ1つに統一が2つとウーピンが入りました。伊藤です。もう二枚切れになったんですね、チュン。二枚切れになりましたけど、その二枚切れのチュン見せてきましたね。あ、見せてきましたね。このままもう一枚パッて出たら、はい、ちょっとターチャは嫌ですね。うんうん、さすがに二枚目隠しましたか。隠しましたね。ワンクッション置きました。でもとりあえずだとこの人はドラドラでは絶対ないなっていうのはわかりますね。トンはシャンパイ。まあでもすぐすぐリーチが来た時にドラドラとの頭選択だった場合もありますね、うん、あーそっかそうだ。まあでも今回は時間がかかるんで、まあ、なかなかって感じですけど、はい、そうかそうか、そのパターンありますね。シャンポン残してるよりは2面に2つ残しててっていう感じがありますね。そうですね。うん、嬉しい。スーピン石川の手配伸びてきましたね。はい、ドラがイーシャンテンペ
内原が単夜をイーシャンテン。内原はもう単夜をでもいいですかね。これで立川もイーシャンテン。まあメイパーのイーシャンテンでしょうね。これはドラを切ってイーシャンテンに構えました。さあこのドラも通ったと。伊藤の手にもドラが1枚ありました。合わせます。お、リャンシャンテンの単夜を切れ。リャンシャンテン、リャンシャンテンですかね。うん、1、5、3、アンコウも見える。ドラ合わせておきましょうか。2枚切れのドラ。苦しい。なんだかな、思うように手が進みません。伊藤です。親番の伊藤。うん、ここで数万切りとなりましたか。ワンズがちょっと高いんで、はい、形決めときたいっていうところですかね。うんうん、実際山に数万はありませんでした、はい、いい番の切り具合とかも見てるでしょうね。うん、いや進まない。草めんちゃん残り、はい、急走振り点。ちょっと怖いですかね。うん、ドラ切ってきたところがどうなんだっていう。そうですね、一番最初に切ったのは立川のこの手牌です。まだいいシャンテンですね。いいシャンテンですけど、まあ、頭の天牌想定しますかね。さすがにこのウーピンも、はい、最終手出しウーピンになりました。ここまで進まないともちょっと嫌ですね。もうチートイーシャンテン。いや、テンパったら死ぬほど嬉しい。死ぬほど嬉しいですね。チート嫌いだけど嬉しい。どうだ。三ピン、ウーピン、ウーソー選べない。うん、いや進まない。立川これはウーピンだったかな。テンダー、あー選べる。リャンウーピンですか。はい、ウーピンが通ってたんですね。通ってたというか、まあまあ、自分で1枚切ってる。ポンでパーピンがもう切られた。下茶に2枚。そうですね、ブローマンには変えます。現在天敗は前原。いやー天敗しない。うん、パーマン3枚切れでした、はい、形的に残しそうですけど、いや待てよ、チートイだもんなっていうことです。うん、3枚切れは一番いらないと。天敗、さあここでようやくね、嬉しいところじゃないですけど、天敗振り天の三蔵地。はい、関羽層でしたっけ。関羽層ですよ ね、 すね。はい、立川の上がりとなりましたが、単夜を先転。ここは立川がかわしていきました。いやでも長かった。連戦転敗いつしてもおかしくないような ね、 ね、状況からでした。さあ3回戦目難入となります。難の一局、親番再び石川です。ドラが数万。おドラ1枚あって、はい、インズ量計でいいんじゃないですか。うん、さあドラが数万、立川に1枚。うん、形はまとまっていそうだ。マンズ一メンツありました。前原ハクチュン、乾杯が2つ見えます。見えましたね。初はない。
前原の手に1枚、はい、平たい平たいんですよ。ここメンツができると一応いいジャンテンだけど、はい、なんかこのいいジャンテンだとちょっと物足りないですね。ただ物足りなくても、はい、26とか1002戦はだいぶ大きいんですよね、今の伊藤さんの展望状況だと。そうか、26,200点、一人沈み。あ、これは嬉しい、両面変化。うん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 、ポンテンの取れる形。ポンテン1枚目はスルーしたいですけど、ね、したいですね。これだって1326ぐらいにしたいですね。いやー、これ嬉しい。リーチ、リーチだ。リーズもチューンで1326だ。はい、はい、ウッパースお待ちでリーチです。上がれば、いつも上がれば浮き。何の一局、とても平たい点数状況となっております。伊藤からのリーチが入りました。ウッパス総待ちはめちゃくちゃいるぞ。手配誰も持ってません。川に1枚積もったら一気にトップ目までいける。7山トップ目か。はい、平たいんで。本当だ。さあ、そんなウッパス総7山さあ、この伊藤のリーチに対抗する選手はいかがでしょうか。親番は石川、前原はこれで2面つわりますが、うん、前原さんトータルポイント的に戦いたくないですね。うん、今ちょっと1人抜けましたもんね、はい、上に抜けました。どうだ、はい、7山、7山、これちょっと行きたくなりましたかね。石川親番です。行きたいですね。はい、7山一応戦い得な手ではあるんですかね。戦い得、積もられて26払いの、うん、振って26ですね。確かに変わらない。本当だ、分かんないですけどね、当人は息毒だ、こっちからの目線だとね。はい、はい、ただね、これ打ってたらね、あー、これはちょっと話が変わる。噛んだ、これはだいぶ話が変わる。チュンのアンカンが入ります。さあ、リンシャンはどうだ。ウッパス7山でしたよ。違う、でもリンシャンじゃなくてももう積もれば OK。 そうですね、2003級ですか。あれ、このテンパイは取れない。これは行きたくないな。でも石川の形だと行くだろうな。トータルでは追いかける立場ですからね。そうですね。チーピンってどういうこと。チーピンってどういうこと。ドラは切らないからみたいな。ウーワンの勝負、ウーワン勝負して、もう一回ウーワン切って、ピンズはリャンウーパーピン3ピンチーピン。うわ、詰まった。リーズもチューン、チューンワンカンしているので23,900ですね。はい、はい、大きな上がりとなりました。伊藤です。それで一気にトップ目、やっと決まりましたね。やっと決まりましたよ、本当に。3回戦目のね、オーラスも、はい、単品三尺の綺麗なリーチしましたけれども、はい、上がれずで、さあ、温まってきたんじゃないでしょうか。伊藤高くなってね、チューンで暗冠して、はい、高くなっての1326か、公式ルールの暗冠、ワンパイ暗冠、嬉しい嬉しい、嬉しすぎますよね。あれでリャンハンみたいな感じですもん ね。さあ、何の2曲、今度は立川の親番となります。ドラがチュンです。いいピアンコです。パーソといつドラは見当たりませんでしたか。そして前原は45555とピンズありますね。ヤンマンアンコ2つアンコがあります、手配に。どうしました。はい、1、2、3にもなりました。嬉しくないやつですね。嬉しくないですね。あんこはあんこの方がいいですね。あれ、なんか統一がみんな多いですね。あれ、ゴツゴツしてますね。表示牌の発が重なって、チートイツ、チートイツではあるが、有効さんですよ。発が1枚切られてる。ドラガチューン、あ、発切られてるんだ。今重なった発、表示牌の発、悲しい。最速でなくなりましたね。はい、え、
すごいですね、あそこ初以外ではなくならないのに。そうか、ダブナンだったんだ、もう一枚が。じゃあ8位問いにするしかないんですか。まあ、仕掛けてはいけないですよね。あんこ、2あんこが2人、2あんこが2人、本当ですね。リーマン3番も切っちゃおうかって思ってますね。これ切っちゃいましょうか。でもタイヤを出し、あお数ピンカラーになった。あ、E1 が重なった時強いから。そうか、ね、あートンが4トイツが伊藤です。オペン三蔵が入った。ただ一人メンツテの石川。あれまたこれ、これなんか結構ごつい曲になりそうですね。ごついですね。手配もごつごつしてるし、何ですかこれ。あ、え、まあ、一人だけチュンつってってわけにはいかないか。ドラガチュン、三つの方、あ、三色が見ずに三つの方見ました。うっと、あれ、三眼光天杯、天杯上がりますよね。でもこの平たい状況の親番ですよね、立川が6球ピン、三眼光の天杯。ここで数眼光上がったら残留争いから逃げれるとかいろいろ思っちゃいますよね。そうですね、そうか、それもそうだな。ウーワンは二山、二山吸ったんだ。チーピンが一山、パーピンもこれで一山になったのか。うんうんうん、あれ、これでもキューピン打たれるの嫌だな。4パー、でもチートイがあるから、いや4パー、4パーでかいな。うん、ウーワンからの変化だけ数学が怖い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 。ありますよ、なんて言ったって立川ですから。高級ピンが減った、しかも出なそう。ウーワンいますよ、ウーワン2山って何ですかそれ。アロピン出た、アロピン出たら上がる上がる上がりますよね。3個で4800ですね。まあ平たいですからね、トータルが今。そうですよね、しかも4パーは大きい。ちょっと痛いですね。うん、痛いですね。補充した4パーも痛い。で、一人受けになりましたね、立川が。2、4なら上がらないのに、リャンハンだもん。上がる。そうか。立川の一人受けなんだ。何ですか、この状況は。さあ、ドラが9万です。なの2局1本場となります。うん、ドラメンツできました。前原です。お、ハクトイツは伊藤です。ドラが9万、パーピン、パーピンドイツ、ソース多く見えますが、どうするか。石川、うん、親番の立川ペイが重なりました。ちゃんとが見える。でもとりあえず自敗ですかね。うん、チュン切りでしたね、自敗切り。公式ルールでこの平たいナンバー嫌ですね。めちゃくちゃ嫌ですね。その実はやっぱまあ素点素点って言うんですけど、うん、気になりますよね。3万点素点素点って言いますけどね、平たいってことはやっぱ順位点の価値大きいですよね。ある意味、まあ逆にM リーグルールとか丘があるルールだったら、こんなん全員が全員ラスのリスクを犯してでもトップ取りに行けますからね。そうですね、トップがねやっぱり偉いっていうルールはありますよね。そうですね、これちょっとチートいいシャンテン取りますかね。うんうん、さあトイが一番早そうですかね、現状ですか。立川チートイツのイーシャンテン、
関数も入った石川です。石川をリアンション点これは一応本一が残るようにシャア残してもここで決めてしまうと。あ、本一残したか。気持ち残したぐらいの感じでしょうね。気持ちですか。うん、いたたたた、まあ、まあまあチートやならないか。引き戻しなら今度イースソーが強くなるから。おー、ここでシャア、あ、そう、シャアじゃない、イーワン切りとなりましたか。進まないですね。うん、岩の統一落としが見えます。いやー進まないですね。立川もん、アドラが9-1ですよね。準備も深くなってまいりました。本当こういうの怖いんですよね、もうこの辺の準備からもうね事故ありますから。うわ、3ピンがここに来て、あ、これでイーシャンテン一応そうですね、白が生きてる一枚山でも白ではテンパれない。まあでも白はポンで三ゾリアン族あるかな。テンパイ取るか。さすがに先手浮きになりますので、とりあえずは。そうですね、めちゃくちゃ平たい、はい、いや、ここはパーピンからだと三ゾリアン族、いや一旦シャア、一応経典ですね。ドラ切りたい。今パーピンのボンが入ったところ、ちょっとね時間がかかっちゃいましたもんね、はい、いやパーピン合わせていいのか。いや染めてるのまだパーピン抜きがある場合がある。はい、パーピンポンしてるとはいえ丁寧に対応していきます。すぐそう。じゃあ対応にします。でも白ションパイも気持ち悪いですか。まあでも切る白1枚切手になるんじゃないですかね。ピンズも見せたくない、白白見せてだ、まあ、周りから見てもこれが一番怖いですからね、うん、はい、この白白の白2枚目見たら、はい、持ってたとしても泣いた人もちょっと寒いですよね。そうですね、ローは松の切り。でもあれですかね、さっき一番左の三蔵倒れてますね。そういえば、あ、ちょっとメタい話ですねそれはそれはちょっとメタの話ですけど、はい、メタの話ですが、あれ出っ張ったドラ勝負した、はい、石川です。三蔵鎮逸じゃないのか確かに、ウッパーピン待ち。でさらにチート岩も取れないと、うん、結構強いですかこれ、ひょっとしてウパピンですか。パーピンポンされててないから。ああ、パーピンポンされてるんですね。そうですね、ウーピンがあるかどうか。ウーピン2枚もいる。え、ウーピン2枚いそうですね。あら、ただ2山か、うん、いやここ勝負に行くのも石川ですね。まあでも追いかける立場ですからね。はい、もう始まってる。いやまあでも白で振り点のリャンウピン。そうですね、ちょっとリャンピン来てる。ちょっと一瞬白狙われてないっていう。確かに一瞬白の切りでしたね
さあペイはションパイ、G1 はドラのペンちゃんの方ですけど、ドラが3枚切れてるのか、一応でも怖いか、うんうん、3色つきそうですね。パー1、3枚さあどうだ、どうやって維持します、どうやって維持しますか。現物のローピンですね。うん、現物のローピン切っても維持できて、両ピン3ピン数ピンは振り点ですもんね。はい、ハイテイハイとなりました。石川と伊藤の2人天牌で流局となりました。さあ何の3局となりますね。前原の親番日本馬で京卓に1000点となります。現在トップ目が立川ですか。めちゃくちゃ平たいです。あ、ごめんなさい、そうですね、立川ですね。はい、おっとメンツができた。ドラパー1いいんじゃないですか。三面ちゃんサブロッキューピンの受けがあります。なんだ、両面が1個増えた。ソーズの両面が増えましたね。悪くない、ドラパワー1なんで、まあ、1枚ドラ欲しいですかね。あとの1つ2つ増やすとしたら、はい、パワー1引き。ここがハクがドイツ、ハクハク、赤も悪くはないけど伊達が見づらい。うん、スピード感もありそう。あれ、あ、でもハクね、そう見えちゃったんですよ初チュンドイツですけれどもね、ハクが本人はドキドキですよ。めちゃくちゃドキドキします、この手配。あ、そしてハクから切られる。で伊藤はハクもポン、そうですね、ポンされても急に夢がなくなるっていう石川のねポジション。でも、あ、でもじゃないか、染め手とかも見づらいか。ピンズですか、染めるなら、まあ、一旦泣かれたハクを切って、はい、さあ伊藤がハクのポンから発進しております。親番は前原のこの手配、ドラがパーワン、ドラ受けができました。うん、うん、進んだ。何切る、それとも数ワンにするとか考えてるんですけど、ダブナン切っていきます。まあ、ダブナンとか相手さらにポンって考えるよりは、まあ、ドラ引いた時の変化とか後継の方が価値があると、はい、で最悪1000点上がっても、1人の点以外は伏せれる1500点っていう、3万1800点持ちになるっていうのが価値が大きい。最悪ね、能点でもと、はい、耐えうる。1000点は上がりたい。ドラ受けできたんで、そのまま行きたいですね。うんうん、2段目になりました。サブローピン、パーピン、ドラ受けと取り付け、立川もちょっと戦う点になりましたね。なりましたね。ドラの両面ターツがあります。お、形良くなった。ドラ受けもできたと。はい、ウッパーワンとサブローピン、うん、3番およ、これはどうしますか、どうしましょうか。ドラがパーワン、うわうわいった、うわ C1、 チートイカスワン効果ですね。いや、いった、仕掛けました。初ですかこれは、石川初のポン。うん、ドラ切ってまで行きたくはないですけど、でもまあ受ける。うわ、ちょっとやりすぎやりすぎ、立川ってなんで、イーソー三蔵三品、またさっきも立川でしたよね。三安光のイーソーがない、三蔵一枚、三品に山、そのこのルートはまだあります。いい層引いて三品積もですか。天牌、地層と三万、ドラ合わせやすい。うん、そうですね、ざわざわ。ちょっと立川ありますよ。あー、天パった、ウッパーワン、あー、パーワン2枚間に合ってる。うわ、本当だ、ドラのパーワン間に合わされてる。三品だ、ジャポンだ。
イーソー三層のトイトイテンパイ、三層が1枚、積もり3個、三層1枚、あれ三面ちゃん、これはえリーチまで行く価値があるかどうかの、サブロキューピン3ピンポンされたけど、こんだけ動きがあるからちょっとダマもありますよね、はい、でもダマの日給が、あ、まあでも前原さんのポジションだったらダマの日給も価値あるけど、リーチですよね、サブロキューピンです。これ上がったらだいぶ残留近づきますからね。ですね、メンピンドラ1パーマン比が詰まった、伊藤の上がりだ、100ドラ1だ、500銭の日本馬、700銭200強託と今出たリーボーと2000点プラス2000点プラス、トップまでいくか、4、5000点の収益になりましたね、5000点ぐらいですか、激しい激しい、いや制したのは伊藤有効となりました。さあこの平たい、3回戦目はオーラスとなります。何の4曲伊藤の親番です。あったまってきましたか、エンジンはどうだ、これでトップ目、ドラがパーワン、またしてもパーワンです。いや悪くない悪くない、どうでしょうか、ドラパーワンです。飛車から、なんちゃ石川は3トイ、4トイツだ、5トイツだ、チートイツ、イシャンテンだ、早い、パーピンヤンコもう悪くない、わあドラメンツできてイシャンテン、頭なしのリャンシャンテンですか、はい、いやここも形悪くない、前原です、激動すぎる。条件は、はい、まずここ石川は、はい、残に出上がりはきつい、残に足りない、リーボーが出ればチートイツ積もりたい、あれもしかドラを引きたい、これでイーシャンテン早くも残球からってことですね、立川はリーチでもよかったですけど、単純なイーシャンテンには取らなかったですね、ピン風がある、あ、ウーピン切りってことですか、そうですね、はい、チートイツ、イーシャンテンの石川、おっとここもイーシャンテン、そうかチートイツですもんね、石川か、そうか、前原はトイトイだ、リーチドライチでも勝ちありと見るか、トータルでは一番上、ドラ、え、これ、いや、これは嬉しい、嬉しい嬉しい、64だからペイを切るかどうかの悩みだったんですけどっていう、そうですね、え、リーチある、前原はありますよ、現状あのリーボー出しやすい展望ですね、石川はドラマチ、うわ、ウーピンが重なった、すげえ、うわ、立川がリーチなかなか残んないウーピンですよあれねえ、そうですねなんならパーピンの筋で早く切っときたいっていう、あんこ筋、さあ立川の町はサブロッソーです。リーチドライチなんで2600点はどこから出ても、トップになりますね、はい、さあここでペイ切り、チートイツ、イーシャンテンの石川、サブロッソーは3層、ここにあんこですか、親番が伊藤、ただ立川からのリーチ判断難しいですね、押し引き、有効さんの立場ですか、そうですね、はい、ただ7700とかそういう展望だったらリーチじゃなさそうなことも多いんですけど、あ、テンパった、あ、チートイドラ、これあれでもリーボー出たからドラじゃなくてもいいけど、ドラ切れないですもんね、いやだって、まあ、トータル追いかける勝ち場だからリーチですよ、これそうかそうか、3000、6000を目指してリーチか、パワーはドラ1枚2枚3枚、山1、山1、うわ追いかけたぞ、石川、しかもパチカはこれ補充になったら、え、沈む、どぎついっすよ、
チートイツ、ドラマチ、石川、そしてサブロッソー。サブロッソーは手牌に4枚、捨て牌にはなし。4対1ですって。あれ、でもここ追いつきましたよ、もう一人。前原リーチ出しやすい、しかもリーボーが2本出てるから積もったら、これは浮き、いや、ちょっと待ってください。リーズもドライチ、はい、リーズもドライチ出たら100点当たらない。26は46足りない。本当だ、うわ、三軒リーチです。追い詰められた、ね、伊藤としてはね、伊藤はいいです、いいですね、全然、はい、3000、6000だけちょっとやってないです。小さですって。前原の上がりとなりました。リーチドライチ2600点を、石川からですね、はい、上がりとなりました。石川との順位変わったんで、はい、石川は苦しい。さあ3回戦目の結果いきましょうか、トップに伊藤、2着に立川、3着が前原と、そして4着に石川となりました。はい、この後4回戦です。